こんにちは、クレンジングカフェの今泉真希子です。今日はですね、なんと念願だった。もう皆さん想像ついてるかな。なんかさ、よくさインスタでヘイらっしゃいみたいな発売しますとか言ってたんだけど、あのですね、この度なんとクレンジングラーメンを発売することになりました。イエーイありがとうございます。なんかね、私すっごいラーメンを作りたかったっぽくて忘れてたんですけど、何年も前からなんかね、いろんな工場とかいろんなところでお打ち合わせを今までここ数1年ぐらいやらせていただいたんですけど、今泉さん2年前もお問い合わせいただきましたよねとか結構言われてて、あ、私ずっと頭の片隅でラーメンを作ろうって思ってたんだということで、実際本当にやっと作れることができました。でこのラーメンはなんで作ろうと思ったかっていうと、ダイエットでやっぱり我慢している方は、ラーメンを我慢している方がまずすっごく多いと思ったのと、ソウルフードっていうのはなんかさ、やっぱりみんな大好きだよね、ラーメンって。なのに食べた後の罪悪感ってやばくない？なんか幸福感めっちゃあるじゃん、食べた後、あ、食べてるみたいな。なんだけど意外にすぐ食べ終わるじゃん。でしょ？ずっと美味しくて体に良くて、でダイエットとか気にしなくて、しかも環境にもいいラーメンを作りたいなと思っていて、やっと美味しいのがね、出来上がりました。これはビーガンラーメンになります。ビーガンラーメンにこだわったのはやっぱり環境問題でしたりとか、家畜によるすごい環境被害みたいなものを食べていて、なるべくさ、自分が食べてる食事でこう何かが被害に遭うとかしょうがないんですけど、生きていくにはしょうがないんだけど、唯一一食ぐらいは何も被害があるものがなくて苦しむ悲しい思いをしている人や動物とかいないで、こう美味しく食べれるものをやっぱりクレンジングカフェはずっと作り続けていきたいという思いがあるので、それでラーメンもやっぱりビーガンにこだわりました。だけどビーガンだからって豚骨味をこう断念するとかはすごく嫌だったので、まず初めはやっぱり豚骨から勝負をしたくて豚骨味にしました。でももちろん豚さんは入ってません。でもすごい美味しいよね。めっちゃ美味しい。ねえ、美味しいよね、うん、結構ね、男性にもすごいこう試食してもらったんですよ。みんなびっくりするぐらい美味しいと言ってくれました。で麺はもちろんグルテンフリーになります。なんかやっぱりさ、中毒性がすごくあるから、やっぱりね、ラーメンでビーガンかグルテンフリーかって言って両方ミックスされてるラーメンってね、私やっぱ まだ美味しいものにまだ出会えてなくて、グルテンフリーでビーガンで、しかもハイプロテインが配合されていてっていう、もうスペシャルなラーメンになってますので、ダイエットを気にしてる方はぜひ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 もう食べてください。お疲れ様でした、今まで我慢してくれてっていう感じです。私たち新幹線乗ってね、テクテクとテクテクと言って、なんかさ、私壊したよね。壊しました。いきなりなんかマイク壊したりとかしたんだけど、でもね、そのめっちゃブチ切れてるとかね、してるシーンもいっぱいあって、なんかプロですよねとか、なんかね、いろいろあったりとかしたんですよ。だからめちゃくちゃこだわって、なんかこうすごい、なんていうの、丸くなったね、今泉真希子って有名だったのに、どこがやねんっていうので、後ろで姉めっちゃ怒ってますけどとか言うぐらい結構白熱して作ったラーメンですので、やっぱりそういう苦労したからこそいい商品ができたと思いますので、皆さんこれを食べて、なんかこうちょっとでもダイエットしてる人の味方になったりとか、健康とかでお気を使いすぎてラーメンを我慢してたりとかする人のお力にちょっとなれたら、人生一度きりだしね、ラーメン思いっきり食べたいよね。私ももうラーメンこれからどんどん食べれると思うとすごく嬉しく思います。ではいろいろ長い間ありがとうございました。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。